コードミエ佐々木アナウンサーです。お願いします。よろしくお願いします。さあ10月に入り行楽の秋がやってきましたということで、今回はお出かけ朝日町ぶらり旅で満喫してきました。お二人普段お散歩とかってされますか？立花さんいかがですか？僕散歩好きなんで歩きますが、朝日町は行ったことないです、ね、あ本当ですか？中木さんいかがですか？私も結構散歩しますよ。あのスーパーの中とか、あもう暑いからねえ、この前まで本当暑かったですけど最近ちょっとずつ涼しくなってきて、これからなんか外に出たい、ねね、お散歩にぴったりの季節やってきそうだということで、はい、今回は三重県で一番面積が小さい町朝日町の魅力を歩いて探してきました。 VTR どうぞ。さあ朝日町役場にやってきました。今回は産業建設課の矢野さんにお話伺います、はい、よろしくお願いします。矢野さん今回、はい、朝日町らしい場所をいくつか巡れたらなと思っているんですが、はいはい、どんな風に回っていったらいいですかね？そうですね、朝日町では東海道を軸にした街づくりということを進めております、はい、その中で2年半ほど前ですね、はい、町民の皆さんと一緒に地図を作ってみました。地図、はい、そちらがこちらでございます。これですね、こちらになります。綺麗ね、はい、三重朝日東海道街歩き絵図、はい、町民の方々が描いた絵をですね中心にした地図となっております。これ町民の方が描かれたんですね。そうなんです。すごい、はい、東海道を中心に、見どころをですね、絵で描いたという、街歩き絵図というものがありますので、これをですね中心に歩いてみてはどうかと思いますが、はい、いかがでしょう？素敵ですね。ました、はい、ここどういった場所ですか？はい、こちらですね、なおの桜並木というところになりまして、はい、朝日町の北側の、東海道の玄関口というような場所になります。桜並木ということは、はい、春にはかなり綺麗なんじゃないですか？そうですね、あの春には地域の方々が集まるあの桜の名所の一つとなっております。そしてその横にかなり、はい、歴史を感じるものがあるんですけれども、はいはい、これ何ですか？そうですね、こちらですね、はい、町屋川の水止めということで角落としと呼ばれています。これはですね、向こうに町屋川がありまして、向こうの川が氾濫した時に水がこっちに来てしまう、でそこでこの東海道の間から朝日町内に水が入ってきてしまうっていうような状況になった時に、でそこにこの木を入れて、その間に土を入れて、まあ、水を止める堰のようなものですね、簡易な堰みたいなものを作って水を止めると、そういうようなですね役割を持つものとして、作られたというふうに言われております。水止めはどの辺にあったんですか？そうですね、この辺りにですね水止めがあったと聞いてます、はい、当時はもっと道幅が狭くって、うん、ここに止められていたというふうに聞いています。ここが東海、はい、そうですね、東海道の本当に北の方の入ったところになりますね、うん、こういったねやっぱ古い建物もねあるんですよね。確かにちょっと歴史感じる建物多いですよね。そうですね、うん、結構ありますよね。矢野さんまた歴史を感じるものが、はいはい、そうですね、これ何ですか？こちらですね、あの山口清氏のですね、はい、区碑というふうになっております、うんうんうん、こちらですねこの水谷タバコ店さんというところにですね置いてあるんですけれども、ねはい、タバコ屋さんの前にこう看板みたいに置いてありますね。そうですね、はい、こちらの先代の方が、ま、あの山口清氏さんの区碑ということで作られたというふうに聞いております。作られたものなんですね、はい、あこちらにも歴史を感じるものがありますね。お、はい、これはこちらですね、まあ、あの書いてあります通り一里塚の跡ということで、うんうん、まあ、東海道っていうのは、まあ、一里ごとにですね、はい、まあ、木が植えられていたりとかっていう形で一里塚っていうものがあったというふうに言われてます、うんうん、そちらがあのやはり朝日町の方にもございまして、以前はここにあったということで一里塚の跡として建てられたというふうに聞いております。ちなみに一里塚はこの後に四日市の方に、出てくる。朝日町はあそこだけですか？はい、朝日町はあそこだけですね、うん、一里はだいたい4キロぐらいなので、うん、まあ、朝日町の東海道はもう全部あとは過ぎちゃう形になりますね。駅前
にやってきましたけれども、はい、すごく綺麗に整備されてますね。そうですね、こちらの近鉄道伊勢屋崎駅前の、ポケットパークですけれども、はい、こちらもですね、東海道の整備の中で整備をしてまいりました。まあ、こんな形で花壇も綺麗にしまして、はい、これ地域の方々が綺麗に維持していただいてます。でこちらの和風の看板ですね、東海道と、ね、はい、東海道と書いた看板。あ、これ朝日ですね。そうですね、昇る朝日、あとはハマグリ、ハマグリを焼く女性というようなデザインになっております。はい、道路もかなり綺麗に整備されてますよね。はい、そうですね、はい、歩行者の方が歩きやすいようにこの、歩行者ゾーンをですね、ちゃんと分けて、ベージュの色塗りをして、そこのところを歩行者が歩くところだと分かりやすいようにしました。確かに歩いてきた道、はい、ずっと横の歩行者用の道ありましたね。そうですね、はい、あとはこういった危険な交差点のところを赤く色塗りをして、まあ、啓発するような形にしております。もう一つですね、歩きやすいようにこの側溝ですね、蓋をスリット側溝と呼ばれるですね、あまりガタガタしなくて、まあ、歩きやすい側溝というものに入れ替えるという整備もいたしました。確かにここまで歩いてきてすごく歩きやすい、はい、ガタガタしなかったです。はい、結構ね、効果ありまして歩きやすいと思います。はい、東海道を歩いて回られる方にはそういう細かい気遣い嬉しいですね。そうですね、やはり交通量多い道になるので歩行者の方が、まあ、安全に歩けるようにということでですね、今回いろんな整備をさせていただきました。寺社仏閣、歴史のあるもの、ね、新しい街並みと古い雰囲気を楽しめる旭町の東海道。コマーシャルの後もまだまだ歩きます。さあ、お出かけの秋、東海道旭町横断ぶらり旅、後半も歩きますよ。ここも綺麗な広場ですね。そうですね、こちらが語らいの広場という名前で今回整備した一つになります。あ、これも新たに整備されたものですね。はい、そうですね、まあ、もともとあったところなんですけれども、まあ、雑木を切ったりとかですね、こう芝生を張ったり、でこのシンボルツリーはこのまま残して整備をしました。あ、これがシンボルになっている。はい、これシンボルですね。まあ、結構いい感じのね、シンボルになっていると思います。これ東屋とか、はい、街灯も新たに作られている。はい、こういったものも和風のものと、東海道に合う和風っていうイメージで、東屋もこの照明灯も、整備しました。町の皆さんが集まる憩いの場、語らいの広場、芝生でお昼寝したくなっちゃいますよね。続いては東海道から少し入ったところ、ある建物が。ここは、はい、こちらがですね、旭町の資料館というところになります。はい、旭町の登録有形文化財ということにもなってまして。本当だ、書いてありますね。こんにちは。これ目の前にあるの何でしょう。これ金庫です。具体的に言えば旭村役場の金庫になります。ほう、実はこの建物、元はといえば今から107年前に建てられた旭村役場だったんです。ですからこのお部屋、これ町長室だったんです。なるほど。ということで町長室にこの金庫が置かれた。この金庫実は開けれるんですけれども、旭村役場って書いてありますね。そうですね、書かれている通り旭村役場の第2号金庫ということになります。はい、さらに開けてみましょう。開くんですね。すごいすごい。この中に戸籍謄本であるとか、登記簿の謄本とかが、まあ、地区ごとに分かれて入れられていたということで、まさに旭村が、まあ、行政の中心として機能していた、この建物が行政の中心役場だったってことが、この金庫から分かります。役場の資料、実際に使われてたものがたくさん入っていたということ。そうなんです。まあ、この資料館の目玉になってきますね。他にも役場時代にあったものがたくさん展示されてるんですね。そうですね、例えば、まあ、計算機であったりとか、電話機であったりとか、選挙で使う投票箱です。ああ、投票箱。他にも例えば身近な生活で使ってたレコードであったりとか、ラジオであったりとかが設置しておりますし、まあ、2階に行きますと、当時はやっぱり農業が中心の町だったので農具がたくさん置いてあります。だから当時の旭村の方たちが生活してた様子がここに来るといろいろわかるんですね。そうですね。大正から昭和にかけて町の中心となった旧旭村役場、
生活用品や農耕用具とともに町の思い出が残される空間です。資料館の近く、こう元気な声聞こえてくるなと思ったら、はいはい、小学校なんですね。そうですね、こちら朝日小学校ですね。すごい建物立派ですね。はい、そうですね。この朝日小学校の特徴っていうのはこの円形の校舎ですね、うん、朝日小学校の円形校舎ということで、昭和の時代にたくさん全国的にも作られたそうなんですけれども、そうなんですね、はい、その後老朽化とかで全国的にはどんどん数を減っていって、うん、でも朝日町では今でもまあこう現役で活用しているという全国的にも珍しい小学校だと思います。この状態で残っているのは、はい、じゃあなかなか見られない、ね、そうですね、はい、しかも実際に今も使われていると。そうですね、本当にたくさんの子どもが今も通っているということで、はい、とても珍しいんではないかと思います。はい、東海道ずっと歩いて反対端まで来ましたけれども、はい、そうですね、はい、この辺りがあの柿の桜並木といいまして、柿なのか桜なのかわからない名前ですけれども、朝日町のですね、はい、あの南の端のあたりということになります。でこれ春には綺麗に、そうですね、はい、こちら桜並木ですので春には綺麗な桜になると思います。うん、こういった、照明灯ですね、あの足元の照明灯というものもこちらの方にも、はい、あの用意させていただいて、夜この辺り通っていただくとまたあの幻想的な雰囲気でですね、あの結構あの綺麗だというお声もですね、あのたびたびいただいております。これまで通ってきた中でお気づきかもしれませんが、東海道沿いのですね民家に竹の花差しが飾ってあったのお気づきでしたか。あ、なんかお花一輪差しみたいな感じで、こう、そうですね、ありましたね、はい、いろんなお家の前に、はい、そうですね、少しでも来られた方に楽しんでいただこうということですね、あのこちらの地図も作っていただいた団体さんが、まあ、主体になってですね、町民の皆さんのご協力もいただきながら、朝日町の特徴である竹を使ってですね、花を挿して、で道行く人に楽しんでいただこうと、まあ、こういった考えでですね、進められて、取り組まれております。あ、朝日町って竹が有名なんですね、はい、そうですね、朝日町ですがですね、あの竹の面積が多くって、森林面積に占める、竹林面積というものが 25%、割合の高さでは三重県1ということで、まあ、朝日町は竹を特徴にですね、いろんな取り組みをやっております。じゃあそんな竹も楽しみながら東海道を歩いていけるんですね、はい、そうですね、はい、まあ、小さい町ですけれども、まあ、いろいろ工夫してですね、まあ、楽しんでいただけるようにですね、頑張っていきたいと思います。はい、朝日町を横断する東海道3キロ弱ということで、今回は北側から歩いて巡ってきました。中木さん、いかがでしたか。いや、歩きながら歴史も感じられて、はい、やっぱりこれからの季節はどんどん涼しくなってきますから、うん、秋晴れの日に歩くと気持ちよさそうですね。いや、本当この日もポカポカした陽気で気持ちよく歩いてきました。あの VTR の中でもですね、私がこうスマートフォンを操作しているような様子があったと思うんですけれども、これですね、あの看板だったり、これ街歩き絵図、実際に使っていた地図ですね、の裏側なんかを見ていただくと QR コードがあるんですよね。でこの QR コードを読み取っていただくと、それぞれの場所の解説を読むことができたり、音声ガイドもついているんです。橘田さん、これ、ね、皆さん楽しみやすいですよね、こういったことがあると。これはいいね、歩くの楽しいですね。僕も好きですけども、うん、こうやって歩くと歩きやすくなりますね、よりね。ね、本当ですよね、はい、いろんな歴史を学びながらも歩ける場所ということです。そして VTR の中で、あの朝日町は竹が有名なんですというお話あったと思います、はい、あの森林面積における竹林面積の割合が三重県で1位ということで、そんな竹を使ったイベントも開催しています。映像出ますかね。竹明かりというものです。あ、綺麗ですよね。竹を使ったアートですね。今映っているのは先ほど私が訪れていた朝日町資料館なんですけれども、その前がこんな風に綺麗にライトアップされてます。映えますね、これまた。これ行きたいですね、やっぱり、ね、夜もまた違った顔ですよね。すごい、お二人とも行きたくなりましたよね。なりましたはい、こんな風に、ま、資料館もですし、入り口付近、今回最初の方にスタート地点、東海道のスタート地点を歩いた奈尾の地域もこんな風にライトアップされているということで、昼は昼でポカポカ楽しくお散歩して、夜はこんな景色も見られるって素敵ですよね。そしてこんな観光資源もあるんです。朝日町、出ますかね。はい、公園の丘の上見てみますと、皆さん見覚えありますでしょうか。ポケフタ、ご存知ですか。
中木さん、いや今流行ってますよ ね県内にもいろんなところありますしね。ねえ、ポケットモンスターみじゅまるいる、はい、マンホールですね。で後ろには朝日町なので朝日が描かれていたり、朝日町の木の梅が描かれていたりするということで、うん、はい、これを目当てに県外からも北から南までいろんなところからいらっしゃるということなんですよね。これ写真撮りにお子さんとかでも行きたくなりそうですよね。そうですね、これ好きな人多いですからね。本当ですよ ね、はい、ですね。そしていろんな魅力がある旭町ですけれども、新たなイベントが企画されています。こちらです、空き家で創業セミナー。これ東海道をこう巡っていく中でですね、歩く楽しさたくさんあるとは思うんですけれども、そこでこう住民の方が集える場所だったり、歩きに来た方がこう休める商店だったり、そういった場所が少し少ないんじゃないかということを町役場の方も話していらっしゃいまして、東海道にある空き家を活用してそういった町づくりにつなげていけないかということで、このイベント企画されたんですね。12月10日にありますので、まあ、ちょっとでもビジネス興味のある方、旭町元気にしたいなという方は参加していただければと思います。ということで、東海道を訪れる人へのおもてなしがいっぱい感じられる、優しさに触れる旭町のぷらり旅でした。皆さんも一度足を運んでみてください。以上、コードミエ佐々木版でした。